プーラ円形闘技場の航空写真アドリア海側から見た闘技場、プーラ円形闘技場、またはプーラアレナは、クロアチア北西部のイストリア半島先端のプーラに、ある古代ローマ時代に作られた円形闘技場。古代ローマ時代には剣闘士の戦いや剣闘士と猛獣の戦いなどの見せ物が、中世には騎士の模擬戦争が行われた。現在はコンサートや、 映画祭等の会場として用いるため、陸側の仮想外客席などが復元されている。また、剣闘士の戦いのショーが行われることもある。この闘技場は、ローマ帝国初代皇帝アウグストスから第九代、皇帝ウェスパシアヌスの治世の頃、中央政府の予算にて建設されたと考えられている。建物は、アドリア海に向かって傾斜する斜面に建てられていて、 長辺132.5メートル、短辺105.1メートルの楕円型で、敷地面積11,466平方メートルであり、中央の平らな競技スペースも67.9メートル、41.6メートルの楕円形である。また、地上からの高さは、海側の最も高いところで32.45メートルである。客席部分の建物は、 海側において地上からかさ上げに使われた壁の外観を呈する1階部分とアーチ構造のファサードを持つ2階から4階となっており、総観客数2万3000人を収容できたと考えられている。なお、コンサート会場等として改修された現在の観客収容数は約5000人である。大円の長辺の南側はプーラ旧市街方向を向いており、 わずかに大きな4メートル幅のアーチを持つ、施設のメインゲートとなっている。2階部分のアーチ窓は、楕円の全周で72箇所あり、最上階の4階の長方形の窓は、長辺、短辺短の4箇所の塔構造の部分を除いて、全周で64箇所である。競技スペースの下には、誓いがあり、出し物に使われる、猛獣等を格納したり、 資機材を保管するために使われていたと考えられている。現在、地界は出土品の展示スペースとなっている。5世紀頃には、闘技場は使われなくなり、その石材が他の建物の建築資材として持ち去られ、廃墟となっていった。ありがとうございます。